私たちの世界から去ってしまいます。愛する人を失うと人生の意味、目標、人生の方向すら見失ってしまうことまであります。それでも時には未知の力が暗黒のような不幸の底にいる私たちを現実世界に連れ戻し、再び人生の道を歩くように導いてくれることがあります。ロシア、ウラジミール市郊外での物語です。小さなアパートに年老いた男性が一人で暮らしていました。1年前不幸が起こり、彼は愛する妻を失ってしまいました。それ以降男性はすっかり家に引きこもってしまい、子供や孫たちとも会わなくなっていました。唯一娘とは時々電話をしましたが、彼の言うことはいつも同じでした。もうすぐ妻に会える、もちろんあの世で。ため息ばかりついて口を開けばこのようなことばかり言うので、近所の人々もあえて老人を訪ねることはしなくなりました。彼は暗い気持ちを少しでも晴らそうと時々バルコニーに椅子を出して座りました。そこから通り行く人々を眺め、公園で遊ぶ子供たちの姿に目を細めるのでした。老人は時々古くなったパンをバルコニーの手すりに置きました。そうするといつも鳥たち、鳩やスズメが食べに来るのですが、ある日彼が気づくと大きな黒い鳥が来ていました。カラスでした。最初カラスは離れた場所から様子をうかがっていました。しばらくすると一緒にパンくずをつつき始めました。そしてカラスはさらなる行動に出ました。窓ガラスに向かって飛んできて、大きくて立派なくちばしで窓をコツコツとノックしました。まるで老人におかわりをねだっているようでした。男性はこのカラスに愛着を感じ、その後互いに友達のような存在になりました。男性がカラスのために何か美味しいものを買いに店へ出かけると、カラスはそれがわかるらしく、彼の帰りをバルコニーで今か今かと待っていました。しかし、ある時老人は病気で寝込んでしまいました。風邪をひき、咳込み、高熱で起き上がることができなくなりました。彼の不調を知った娘が駆けつけ、懸命の看病をしたおかげで、老人の体調は回復に向かい始めました。しばらく鳥たちへの餌やりができなかった男性は、起き上がれるようになるとすぐ暖かい上着を着てバルコニーに出ました。老人はカラスが来てまた窓をノックしてくれるのを楽しみにしていましたが、パンを食べに来たのはスズメだけでした。娘の家に移ってきてからも老人はカラスのことを思い出し寂しさを感じていました。もうずっと餌をやっていません。もうカラスは彼のことも彼の家も忘れてしまっただろうと思い悲しくなりました。そうは言ってもどうしようもありません。とにかく元気にならないと始まりません。その時突然コツコツと音がしました。窓の方を見て老人は我が目を疑いました。窓の向こうにカラスが止まっていて、ガラスをつついて食べ物をねだっています。老人はまるで自分のアパートにいるかのような錯覚を覚えました。彼は懐かしい友人に久しぶりに挨拶をしようと外に出て、さらに驚きました。古いイヤリングが窓ガラスの外に落ちていました。見覚えがあります。間違いなどではありません。これは昔彼が妻のために結婚式前に特別に注文したものだったのです。カラスがどうやって100キロメートルも離れた場所にいる彼を見つけ、どこでイヤリングを見つけたのかは全くわかりません。実際カラスは長生きでとても賢く、イヤリングのように美しく光るものを拾って巣に運ぶことはよく知られています。しかしなぜ彼の元に運んできたのかは説明がつきません。しばらくすると男性の体調は完全に回復し、かつてのように元気になりました。彼は自分の家に戻り、子供や孫を招いて一緒に時間を過ごしたり、近所の人々とも挨拶をするようになりました。もちろん妻を恋しく思う気持ちは変わりませんでしたが、それでも彼の人生は続いているのです。この物語は男性の孫が
インターネットに投稿したものです。そこで語られた内容の真偽は調べようがありませんが、あながち嘘でもないような気がします。さて皆さん、今回はここまでです。ぜひご感想をコメントにお書きください。またいいねを押してぜひシェアしてください。ではまた次回お会いしましょう。